本屋美香子、本名、元屋美香子は、日本人女性オカリナ奏者、作曲家。北海道帯広市生まれ、彼女がオカリナと出会ったのは小学校3年生の時、その繊細な音色に惹かれたという。しかしその頃はまだオカリナ奏者になりたいと考えていた、わけではなかった。北海道帯広博洋高等学校卒業後、自分の将来に悩んだ彼女は何か 夢を探したいと考え、ワーキングホリデーを利用し、単身オーストラリアに渡る。そこで出会ったオカリナを吹いている、ストリートミュージシャンの青年に触発され、寂しい時に不幸と思ってきていたオカリナで、路上ライブを始める。それが彼女の活動の原点となった。オーストラリア全土を旅した後、1年後に帰国。1989年、パントマイムを習得するために上京し、 劇団、ハンマイム工房に入団する。その傍ら、新宿や池袋の駅前で、パントマイムと共にオカリナを演奏するようになる。1993年、自主制作でミニアルバム、ステーションを発売。1994年、アルバム、オカリナでメジャーデビューする。1997年より2年間、NHK 教育テレビのトゥトゥアンサンブルで、 進行役の妖精ララを演じる。また1999年、メグライアンが出演したサントリーの続のほほんちゃの CM にタンポ,ポポポが使用される。これがきっかけで、後のオカリナブームの火付け役となった。2001年から四国88カ所の歩き変動、体験。その様子を追ったテレビ番組、風に抱かれて、元や美カ子の四国巡礼が1年9ヶ月にわたって、 放送された。2014年5月より、新たな創作活動と、四国変動決断のお礼参りや、慰問コンサート等のために、高知県四万都市に移住。高知県観光特使、高松市観光大使、鳥取市観光大使、ありがとうございます。